なに酸っぱいものを食べても甘く感じられるようになるのです。この世界一酸っぱい梅肉エキス、今回検証するのはミラクルフルーツを使った味変トリックです。アニメタイトル裏切りのホワイトデー、単行本69巻に収録されているお話です。ある会社のパーティーで社長が殺されました。死因は毒殺で、どうやら犯人は青酸カリを仕込んだレモンを社長に食べさせたらしいのですが、この社長は酸っぱいものが大の苦手。一体犯人はどうやって毒入りのレモンを社長に食べさせることができたのでしょうか。実は犯人はミラクルフルーツという果物を使ったのです。この果物を舌の上で念入りに転がすと、その後 1,2 時間はどんなに酸っぱいものを食べても甘く感じられるようになるのです。今回はこのミラクルフルーツを実際に舌の上で念入りに転がしてみて、本当に酸っぱいものが甘く感じられるようになるのか検証していきたいと思います。はい、ということでミラクルフルーツやっていくんですけども、うん、まあ聞いたことあるね。そうね、なんか昔話題になってました、はい、まあ、だけどね、実際僕たち食べたことないので、うん、まあ本当に酸っぱいものがね、うん、甘くなった、それはすごいね。まあただ今回の被害者って、うん、本当に酸っぱいのが苦手な人だから。めちゃめちゃ苦手。でも俺らそんなに酸っぱいの苦手とかじゃないじゃないですか。 それはそう、そう、そこがちょっと大丈夫かなっていう。確かに、ってことで、ね、今回、まあ、もしかしたらレモンじゃ、うん、俺たち我慢できちゃうかもしれないと思ったんで、うんうんうん、今回レモンとプラスしてこの世界一酸っぱい梅肉エキス、世界一酸っぱい出たらこれが出てくるんで、世界一ってすごい、やばいでしょ多分、うん、なんでこれは我慢できないと思うんですよ。ほうほう、なんでこれで僕たちも酸っぱいのが苦手な人になれるんじゃないかな、はいはい、ってことで今回はやっていこうと思います。それではミラクルフルーツ味変トリックやっていきましょう。ひとまずね、被害者と一緒で同じレモンパクッと食べちゃいましょう。はい、まあ酸っぱいね、でも普通に普通に酸っぱいけど、うん、まあ表情崩さず食べるわ、するわ。まあまあまあ、頑張れば。うん、まあでも、まあ、これがね、甘くなったら普通にすごいんだけど、うん、ただやっぱ酸っぱいの苦手な人だとしたら、はい、こんな我慢というか、この平成よそっと食べれないから、まあ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 、まあ、そういう意味では、やっぱり世界酸っぱい食べなきゃならないなと思うんで、やってみます。はい、そしたら、はい、世界酸っぱい梅肉エキス、まあ本来ね、この付属のスプーンでやるんですけども、はい、まあこれは要するにね、その普通の人が食べてもまあ一応ギリ大丈夫なものなので、別に体張りたいわけじゃない、はいはい、体張りたいわけじゃないんだけど、はいはい、検証としてね、うん、やっぱ苦手、こんな食べちゃダメでしょっていうのを、だってあの人だって寝込んじゃうレベルですから、うん、食べて寝込んじゃうレベルってなると、やっぱちょっとこちらで、別に体張りたいわけじゃない、検証だから。いやまあまあ、これぐらいだったら絶対酸っぱいもんね。絶対酸っぱい、これ酸っぱくなかったらもうこれ世界酸っぱくないってことになっちゃうから、はい、でも世界酸っぱいはずなんでやってみます。はい、実はこれはね、通常のやつの、だからもう4倍、5倍ぐらい入っちゃってますね。そうですね、とんでもない量ですよ。ちょっと真似はしないでほしいです。危ないね。頑張りましょう。はいはい、じゃあそしたら準備できたんで、じゃあいきましょう、はい、一口で、一斉の、あ、ダメだこれあーい、あ、これすげえ、ダメだこれ、ちょっとすげえ、あ、これすごい俺基本こういうの我慢できるんですけど、うん、なんか初めて本当に体が受け付けなかったっすわなんかこれ飲んじゃダメだってなりましたね。まあでもミラクルフルーツあるんで、今はこんな感じですけど、もう次はむしゃむしゃ食べますこれ体には良くないんじゃないかな食べ過ぎも本当にただまあ、今は酸っぱいって言っちゃいましたけど、はいはい、次はもう絶対大丈夫で、うん、はい、ということでミラクルフルーツ、はい、まあ、これ舐めれば、うん、もうさっきのも甘く感じるということ。なるほど、まあちょっとね、うん、信じられないと思いますけど、そうね、まあ、僕たちはやっぱコナン君一番信じてるんで間違いないかなと。なるほど、だから全然もうさっきの怖くないです、うん、じゃあ舐めましょう。じゃあ下の上でよく舐めない、念入りに転がすことなんで、口の中全体に広がるようにってことで。でもこんな大きそうなんだね、なんかもっとでかいと思ってたわ、ピーナッツみたいな。じゃあ行きましょうか、はい、せーの、あ、でも中の身はちょっと酸っぱみがある。まあそしたらね、はい、もう身もなくなりました。はい、まあ念入りに転がしましたね、うん、行きましょう。もう俺は怖いよ、怖いけど絶対甘いんだから。そう、じゃあいきます、せーの、じゃあいきます、せーの、
だろうな。不思議なもんで、うん、あの皆さん多分見て失敗じゃんと思ってても甘くなってないじゃんと思うと思うんだけど、甘くはなってるね。あのね、甘みは甘みはあるんですよ。そうね、これは嘘じゃない、うん、甘くはなってんだけど、うん、多分この量食べちゃダメみたいな。それを上回る酸っぱみがね。レモンは絶対甘くなってるはずなんで、うん、はい。あ、重いです。あ、甘いわ。甘い、レモンめっちゃ甘いわ。うんうんうん、レモンには抜群かも。確かに柑橘系すごいいいかもしれないです。だから梅肉エキスはちょっと酸っぱすぎるから、うん、甘さプラスやっぱちょっと酸味もあるんだけど、うん、レモンは全然食べれますね。うん、そしたらレモンが引き続き甘く感じるか、1時間持つのかっていうのをやっていこうと思うんで、じゃあタイマー測ってきます。そしたら今じゃあ30分後で1時間後2時間後とやっていこうと思います。はい、はい、そしたら30分経過したんで、じゃあレモン酸っぱいのがね、まだ甘い感じれるかやっていこうと思います。はい、せーの。どうですか。あの、まだちょっと甘いです。でもやっぱ効果薄れてきてんね。うん、ちょっとかな、うん、さっきの方がちょっと甘くて美味しかったんですけど、うん、はい、そしたら1時間経ったんでやっていきましょう。はい、いただきます。これはもう酸っぱいわ。うん、甘さほぼないです。うん、だ2時間ちょっと持たないね。無理だね。うん、1時間は、まあ、持たない。1時間持たない、ね。うん、いや非常に地味な映像で申し訳ない。ね、最後ね、酸っぱみたいなこともなくですね。確かに確かに。なぜならレモンだから。ちょっともう一回やっていいですか。何を。このミラクルフルーツをちょっとさっき食べ終わって食べたじゃないですか。はいはいはい。食べてる最中だったら、あ、がっつり転がしてね、この身と一緒にみたいな。あ、で、あの梅肉エキス、はいはい、もう一回勝負したい。ちょっとやっぱお届けしたい、俺は梅肉エキスを、甘いと言い張るところを。ああ、なるほど。ちょっと我慢します、もう先言っとけ、我慢しますわ。我慢すんのかい。嘘になるじゃない。嘘はしないけど。じゃそれやって終わりましょう。はい、はい、ということで、うん、ミラクルフルーツのね、凄さを伝えたいんで、もう失敗できない、もう嘘はつきたくないし、いかがでしょう。うん、一、せーの。うん、ダメだ。まあちょっと信じられない人いると思うんだけど、はい、甘くはなってんです、本当に。まあね、それはね、本当なの。うん、だけどちょっと梅肉エキスは無理、これはやっぱ体だから拒否反応があるわ。きつい、ね、だからもしかしたら酸っぱいものが苦手なあの人があったら、もしかしたらきつかったかもね、やっぱりね。実はね、うん、うん、あの人だって食べた瞬間もう、ね、毒殺になっちゃってるから、はいはいはい、実際は食べれなかったかもしれないね、うん、苦手だったらと思います。でもレモンは普通の人であれば全然問題なくて、本当は甘くなるし美味しく食べれるんで、美味しいですね。うん、よかったらミラクルスーツ気になる方は試してみてください。じゃあね。今回再現してみて分かったこと、ミラクルフルーツでレモンは美味しく食べられる。いつも見てくれてありがとう。ちゃんと